これから次世代型教育推進センターが提案する研修プラン B-15 のの説明を始めます高校の先生方単元という大きな枠組みで授業を計画することに難しさを感じてはいらっしゃいませんかこれは単元を概括的に構想することを通して単元計画の手がかりをつかむ とということを目指す研修です研修は説明を受け2回に分けて協議をしそれを全体で共有した後に精査を行うという流れになっています。この研修の特徴は単元構想メモをもとに2段階で協議をすることにより単元計画の手がかりをつかんでいくことにあります。 それでは研修の流れに沿って紹介いたします説明では研修の目的と流れを伝えますそうすることで参加する皆様に見通しを持っていただけるようになります単元を構想するにあたって最も重要なのはどのような資質・能力の育成を目指すのかこういう生徒の姿を見てみたいという ゴール像目標を明確にしていくことでしょう生徒の実態を踏まえまずは目標を定めましょう単元の目標が決まったら目標を達成するためにどのような学習課題を設定するかを考えていきますまたその学習課題を解決するためにどうすればいいかを考えます そうすることで単元の山場をイメージできるようになりますこの山場を中心に前後にどのような学習活動を組み込んでいけばよいかこれを考えていけば単元構想がしやすくなっていくのではないでしょうか個人の考えが明らかになったらいよいよ競技ですある人が提案した 学習課題とその解決方法のセットを班で協議して選ぶという進め方もありますが協議する中で決定した学習課題に対する解決方法を新たに考えたり他の意見と統合したりするなどして決めていくのも良いでしょう。グループ協議では単元の中心的な課題を解決し目標を達成するには「 どのような学習内容、学習方法をどのように配列していけばよいか考えていきます次の協議が活発になるように、まずは個人で案をたくさん出していきましょう学びがどのように積み重ねられていくとよいか各自が提案した学習内容や方法をどの場面に位置づけるとよいか つながりを意識して付箋を操作しながら学習過程を考えていきましょう競技を通して単元の展開感覚が養われていくことでしょうグループ競技の後は全体で共有していきましょう発表する際は競技でどのようなことを考え決めていったのかその思考過程を中心に発表していきましょう 下半の単元構想の思考過程を聞くことで、さらに単元を構想するにあたってのヒントが獲得できそうです。最後に精察です。研修を通して単元作りについて気づいたことを個人で文章にすることによって、この研修で考えてきたことを自覚化していきます。そうすることで、単元を構想する際に どのようにしていけばよいか具体的にイメージできるようになるのではないでしょうか以上でこの研修プラン B-15 のの説明を終わりますこの研修プランにはプランシート、スライド資料、ワークシートを準備しました各校の実態に合わせて適宜変更しながらぜひご活用ください